皆さんこんにちは、夏服版ゆずきゆかりです。最近暑くなってきたので着替えました。暑い日は水分補給を忘れず取りたいですねと言いたかったのですが、最近涼しかったり暑かったりで体調を崩さないか心配なゆかりさんです。今回はラサスを使います。ラサスって結構エルゴ高いし単発なので反動も抑えれるし玉持ちもいいので個人的に結構ティアが高いと思います。玉は M62 です。 M80 でも良かったんですが、室内だしトレースでもいいかなと。まあ大口径なので最悪腰打ちで勝てます。ということで早速折りへゴーゴー。折りを漁ってたら裏から足音が聞こえてきました。一人かな、いや複数人いますね。味方曰く3人いるとのこと。赤腕章1人ともう1人確認できましたね。出てきてくれないかな。お、グレタ。ならばこちらも投げ返さなければ無作法というもの。え？これ結局気づかなかったんですが、今のグレで一人倒してました。裏にもいますね。鎮痛切れちゃった。敵は裏ガレージとオフィスにいるみたいです。今から大きく回るとすれ違いそうと言ってたらあっちから来てくれました。右か。オラ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 、あやばい、暗い腰打ち。こういう時大口径で良かったって思います。あと一人オフィス側にいるんですよね。グラナータ？え？どこから投げてきた？あ、地下エスカレーターから来てるみたいです。味方が戦ってる。頼む、殉職しないでくれ。あ、引けたらしいです。よかった。ここはマークスマンの強みを生かします。ジャンプオン。グラナーダ。危ねえ。なんで私より敵を先に見つけたのにこっちにグレ投げるの。本当にスカブのグレ怖い。この恐怖は慣れませんね。スカブ多いな。あれが最後だったので漁ります。まず1人目。あ、初心者さんですね。ヘルメットだけいただいて他は味方に譲りましょう。お次は2人目。お、前回使ってた MCX ですね。アーマーもなかなか美味しい。弾も CBJ ですし、やっぱり強いんですね。ということはこっちが引率者ですね。アーマーもあまり傷ついてないので着替えちゃいます。その後は何もなく帰宅です。やっぱラサスはいいですね。全体的に使いやすいですし、私は銃声が好きです。そういえば最近ウプヌシが新しいモニターを買ってきて、 IPS ディスプレイから OLED に変わったんですが、これすごいですね。発色が綺麗で黒がしっかり黒なので奥行きというのがどういうのか分かりました。でも比率は21:9なんですね。
ウプ主曰く、いや、ウルトラワイドは一度体験すると戻れないだそうです。私はよくわからないですけど、てかこんなに脱出の範囲広くなったんですね。それじゃ次行きましょう。お次はカスタムです。なんだかんだ言って一番親しみのあるマップですね。前々回の動画でも言いましたが、ここは見といた方がいいです。ほら、いる。今のはハズレですね。今のうちに渡っちゃいましょう。橋を渡って9軒まで来ました。敵はいなさそうですね。ここもさっさと越えて、さっきやり損ねた敵を倒しに行きます。さっきの敵多分丘にいると思うんですよね。さっきいた場所は丘の向こうにある青コンテナの上です。だからまだ移動してなければこの辺にいるはずです。この辺なんですけどね。いないな。いた。おら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 。よし。この距離でも腰打ちできるの強いですね。うん。待て、お前じゃない。これ別だ、他にいますね。いってぇな。やっぱりいた。でもこれで大体の場所が分かりました。あとは詰めて倒すだけ。あの感じはおそらくスナイパーですね。なんか撃たれてますね。危なっ。頬をかすめました。敵を見失いました。こういう時が一番怖いんですよね。とりあえずフラッシュ投げて詰めますか。あれ、本当にいない。どこに行ったんですかね。今足音した。あ、あれ、うわー、びっくりした。本当にびっくりした。ずっとそこにいたのかよ。ま、まあ倒せたのでよし。やっぱりタリコフはホラゲーです。さて、あさりますか。お、緑の悪魔じゃないですか。これも今度使ってみますかね。そして28レベル。初心者さんかと思いましたが、青コンビは知ってる人なので復帰勢でしょうかね。もう一人もあさりに行きましょう。SVT ですね。これ出た時は強すぎてお祭りでしたね。ではバッグ拾って寮に向かいましょうか。さて、だいぶ遅れての寮ですが、敵はいるんでしょうかね。特に音とかはしないですね。でもこういう時が一番怖いです。不意に撃たれると心臓が止まります。外界から味方が来てますね。この感じだといなさそうですね。いるー。いやいやんかい。とりあえずバックしてます。
まず一人。すぐ手前の部屋にいますね。あ、味方が殉職しました。外に別がいるみたいです。くそ、やりきれなかった。詰めてきてますね。一回屋上に行きましょう。走り飛びができない。うわぁ、危ねえ。なんで走り飛びができないの。スタミナはあるのに。あ、廊下の敵、外界とは別なのか。これで外界の敵と私の一騎打ちですね。味方はもういないので。あれから反応がないので、一旦倒した敵の装備を見てみます。おお、クロマダラレベル9。お前これ装備もらっただろ。まあいいや、プレートは互換性があるので交換しましょう。こういう時プレートって便利ですね。中身を入れ替えないで済みますし。外界の音はするんですが、顔を出してこないですね。見えたけどやれませんでしたね。くれ、このタイミングで詰めましょう。念のため中央階も確認して。よし、あとはお前だけだ。こういう時は音を消して近づいて一気に畳みかけます。味方の装備は取られてませんね。ライトが見える。そして草の音はしない。今です。よし、回復して漁りましょうか。その前に味方の装備を隠しましょう。フラッシュを投げて一応索敵。音はしないですね。隠すときは3階のシャワールームがいいですよ。それじゃあ漁りますか。まずはさっき見た1人目、クロマダラーと AACPC ですね。クロマダラーも使ってみたいですね。反動制御のリワークが来てからだいぶ使いやすくなったと聞いてます。2人目は RPK とコランドですね。RPK って今どうなんですかね。 BC と BP の貫通力が逆転したとかしてないとか。機会があれば東側の武器も使ってみますかね。ちなみに寮は漁ってる時が一番怖いです。今までこういう中央階からサイレンスで近づいてくる敵に何度も当たりました。一旦装備を捨てて3人目を一瞬で漁れるようにします。敵がいないと分かってても外界を漁るのは気が気じゃないですね。怖いです。いつ撃たれるか分かったもんじゃない。シロマダラーとバンシーでしたか。よし、戦利品を整理して帰りましょう。屋上チャレンジ、ここ最近失敗するんですよね。修正入ってたりします。え、知りました。軽くてもこうなるから修正入ってる気がしますね。左足、右足、あとは鎮痛決めて回復しながら帰りましょう。といったところで今回はここまでです。次があればまた見てくれると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。
次は何を使おうかな。